こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、インナーダウン、ナンバーワン決定戦というテーマでお届けをしてみたいと思います。冬になると欠かせないのが、まさにインナーダウンの存在かなと思います。結構ですね、様々な使い方ができまして、アウター感覚で一番外側に持ってきてもいいですし、インナーダウンを着て、その上にコートを着るような、レイヤードを組むようなスタイルもできるので、1枚やるとすごく便利なのが、インナーダウンという存在かなと思います。まあ、ここ数年 いろんなブランドでこのようなインナーダウンというものを作っていましてまあ、その中からどれを選んでいいかわからないという方非常に多いので今回は代表的なインナーダウンのブランドですね3つ実際に買って持ってきてみましたそれぞれ特徴がありますのでしっかりとそのあたりを検証しながらファッションのプロンの視点でどのインナーダウンがおすすめなのかこのあたりをしっかりとお伝えしていきたいなという風うに思っていますまあ、実際にこちらに並んでいるんですがまあ、今回比較 のはですね、この3つのブランドになります。どれもですね、ベースのデザインは同じものにしまして、サイズも同じにしました。どれも丸首のですね、襟元がスッキリとしたデザインになっていますね。 で、色はブラックということで、サイズは M。僕は身長164センチの53キロで、まあ通常ですね、M サイズを最近着ることが多いんですが、どれも M サイズにしています。見た目はほとんど変わらないような3つのダウンなんですが、まず1つ目のブランドを皆さんにご紹介したいのはこちら、ワークマンですね。まあ今回ご紹介する中で一番手軽なのはこのワークマン。結構気になっている方多いブランドなのかなと思います。僕の動画のコメント欄を見ていても、もうワークマンやってほしいという声が多かったので、 今回はインナーダウンの中に加えてみました。そして二つ目がですね、ユニクロ。これはもう欠かせない存在で、僕たちにとっては一番身近なインナーダウンになるかなと思います。こちらもちゃんと用意をしています。そして三つ目が、これは知ってる方と知らない方、分かれるかなと思うんですが、 このようなインナーダウンが強いブランドとして数年前立ち上がったばかりのブランドなんですがここも比較の上では外せないようなブランドかなと思いますのでこの3つですね実際に着用しながらどんな特徴の違いがあるのか価格面ですとか素材感そして機能性ですとかデザインあとは重ね着のしやすさですねこのあたりを中心にしっかりと見ていきたいなと思いますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人 男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからはですね、それぞれのインナーダウンを実際に着用しながら解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、こちら、ワークマンのインナーダウンですね。まあ、商品名をお伝えしますと、リペアテック、あらゆるフュージョンダウン、ライトジャケットということで、価格は2500円です。今回ご紹介する3つのダウンの中で、最もリーズナブルというのがこちらのワークマンの商品になってまして、このあたりはもう間違いなくですね、明確な差別化ポイントになるかなと思います。 と思いますこのインナーダウンに関しては正直ですね、めちゃくちゃ人気で、なかなか買うことができないんですね。僕も一番近いワークマンに行って買おうかなと思ったんですが、もうすぐに入荷して売り切れてしまったということで、残念ながら今回はメルカリで購入したわけなんですが、まあそれぐらい人気を高い商品になってるんですね。それはやっぱり2500円という圧倒的なリーズナブルな価格帯と、機能性の高さ、この2つがですね、ポイントになってくるのかなと思っています。まあ機能に触れる前に、まずはデザイン面から見てきたい なと思うんですね身長164センチ53キロの僕が今着てるのは M サイズなんですが かなりコンパクトなんですよ。今回ご紹介する3つの中で最もサイズ感がコンパクトなのはちょっと意外性があるんですがワークマンのこちらのインナーダウンなんですね。前から見ると下に着ているロンティーがかなりの部分見えてしまいますね。横から見るとこんな感じです。後ろから見るとこんな感じです。全体的にかなりコンパクトですね。身幅もスッキリとしてるし袖丈も決して長くはないので個人的にはですね、これは M というより S サイズに近いような感覚なんですね。そのあたり サイズ選びは結構注意が必要かなと思ってまして、個人的にはワンサイズ上ぐらいの方が着丈の長さも含めてバランスがいいかなと思います。ただ商品の特性としてこのようなインナーダウンというのは体にフィットしてる方が暖かさは感じやすいので、まあそういった点をしっかりと考慮してのサイズ感かなと思うんですが、 ちょっとサイズ選びは注意が必要かなと思っています。細かなデザイン面を見てみますと、まず首元ですね。ここが浅いか深いかで全然印象が変わるんですが、結構こちらは浅めのデザインになっていますね。ですので、下に見える T シャツの分量は割とコンパクトで、このあたりは好印象です。あとはですね、この肩周りですね。この部分にはキルティングが入っていないんですね。ですので、割とこうスッキリとした見た目になっていて、このあたりも個人的にはすごく雰囲気がいいのかなと思います。 で、ボタンに関してもですね、本体になじませてあるというところでは悪目立ちしないですし、なかなかバランスがいいかなと思います。まあ、デザイン面は非常に気に入っています。まあ、素材の質感もですね、2500円というリーズナブルなところで言っても、決して安っぽく見えることがないので、全然ありなのかなと思っています。あとは機能面ですよね。このあたりはワークマン圧倒的な自信を持っているかなと思うんですね。まあ、作業着というところをルーツとして持っているワークマンなので、機能性に関しては他の2社よりも結構特化している部分、 は感じ合えるのかなとと思ううんですねリピアテックといい機能を持っていましてまずは素材に関してはですね、こちら、ダウンとフェザーだけで構成されているわけではなくてですね、ポリエステルが50%、ダウンが35%、アクリル10%にフェザーが5%ということで、ダウンフェザーのような天然素材と中綿のような化繊ですね、このあたりがミックスされているのが最大のポイントかなと思っています。まあ、いわゆるこうワークマンで言うとこのフュージョンダウンという名前になっているかなと思うんですが、ダウン自体が持つ 保温性と中綿が持つ発熱性ですねこの両者の良いところを取ったようなそんなインナーダウンになっているのが特徴的かなと思いますで、このような天然素材と中綿がミックスされていることでこの商品の最大の特徴である実際に洗うことができるというですね、最大のメリットもですね享受することができるんですねこのあたりは結構人によってはありがたいと思う方多いんじゃないのかなと思っていますまあ、僕自身はインナーダウンってそんなに肌に触れる部分は多くないので頻繁に洗濯することがないのでそこまで メリットは感じないんですが人によっては結構汗をかく方もいらっしゃると思いますし衛生面結構気にされる方にとってはありがたいポイントなのかなと思っていますそしてワークマンの商品の特徴でもあるリペアテク機能というものがありまして針で穴を開けても自然に穴の空いた部分が修復されていくような機能を持っているんですねそのあたりは結構驚きではあるかなと思うんですが例えばアウトドアの機械なんかでちょっと木の枝を引っ掛けてしまったそんな時なんかにも熱が逃げたいだとかあとはダウンが抜けたいだとかそういった こことが起こりににくくくなそんな,仕上がりになってるるのでハード使えようそんなななながっているるののも安心感のあるようなポイントかなと思いますそして、このダウンの内側、背中部分ですね。ブラックアルミというものを使われていまして、ちゃんと保温性も確保されているというところ、そのあたりの機能面においては圧倒的な強さがあるかなと思います。ですので、今回ご紹介するインナーダウンの中では、最も科学的な優位性があって、機能的にも安心感がある。それがワークマンのインナーダウンかなと思うので、ぜひそのあたり頭の片隅を置きながら、 チェックをしていただきたいなと思います。そしてもう一つ大事なのは、この上にですね、コートを着た時の見え方ですね、このバランスがすごく重要かなと思うので、この後ですね、ロング丈のコートを着てみたいと思います。 はい、ということで上にですね、ちょっとロング丈のステンカラーコートを羽織ってみました。まあこういった着こなしって結構冬場にされる方多いかなと思うんですね。まあコート自体も非常に暖かくはあるんですが、ちょっと冬、それだけが寒いかなという時には、インナーダウンを内側に忍ばせる。こういった着こなしがすごくリアリティがあるかなと思うんですね。まあ、このような重ね着をした時に、どのインナーダウンの見え方が理想的なのか、このあたりもしっかりと見ていきたいなと思ってるんですが、こちらのワークマンのインナーダウンに関しては、やはりき 着丈が短いんですね。なので、こちらのインナーの見える分量が多くなってしまうというところですね。割とですね、持ってるもののサイズ感がコンパクトなものが多ければ、割とこの出る分量というのは抑えられるかなと思うんですが、今っぽいちょっと緩めのサイジングのアイテムが多い場合は、少しバランスが悪いかなとは思います。着丈はもうちょっと長い方が個人的には好きですね。首周りの見え方、結構コンパクトになっているので、このあたりはいいかなと思います。あとはボタン周りですね。このあたりも主張が強くないので、 割とこう着こなし全体はコンパクトにまとまるので悪くはないかなと思うんですが唯一ですね竹の短さだけがちょっと個人的には気になるかなという点でぜひ皆さんもですねこの見え方チェックをしていただければなと思っています はい、続いて2点目はですね、ユニクロのインナーダウンですね。正式な名称をお伝えしますと、ウルトラライトダウンコンパクトジャケットということで、カラーは0キのブラックで、サイズは M ですね。先ほどのワークマンのインナーダウンと比べても、サイズ感が全く異なるのが分かっていただけるかなと思います。分かりやすいのは着丈の長さですね。先ほどは内側に着ているですね、この T シャツのその部分ですね、結構な分量見えたかなと思うんですね。 だけど今回はですね、全く見えないぐらいしっかりと着丈があります。見幅もですね、ゆったりめになっているので、かなりそのあたりのサイズ感に違いが出るのかなと思っています。一応ですね、一周回っていますね。まあ、こんな感じのサイズ感になっています。まあ、いわゆるこう今っぽいですね、少し緩めのサイズングというところはユニクロは取り入れてるんですね。かといって、ちょっとこうセレクトショップのオリジナルぐらいまで大胆にサイズ感を今っぽくするのではなくて、適度なゆとりというところ ところがちゃんとですね生かされているのでそのあたりのバランスですねファッション性の高さで言ったらやっぱりユニクロは安心感があるかなと思いますそして首元の見え方ですね先ほどのワークマンと比べるとこっちのユニクロの方が深めになっていますよねこのあたりは結構人によって好き嫌いが分かれるところかなと思います個人的にはこれぐらい深さがあってもいいかなとは思うんですが割とスッキリめのワークマンも嫌いじゃなかったかなという印象ですそのあたりに関しては そんなに両者では大きな差は感じないんですね。どちらを選んでも結構ですね、好みの問題で悪いということは全くないんじゃないのかなと思います。綺麗にちょっと弧を描くような V ネックラインもなかなか印象がいいんじゃないのかなと思っています。で、肩周りに関してはワークマンはここら辺縫い目なかったんですが、ユニクロに関してはよりベーシックにしっかりと縫い目が入っているような形で、このあたりはよりですね、定番的な雰囲気に仕上がってるかなと思っています。続いて質感なんですが、触った感じ の滑らかかさだとかしっととととししっりた上品な光沢感というところこのですね、素材感の良し悪しというところは、まあ正直ですね、ユニクロに軍配が上がるかなと思います。ちなみに価格をですね、お伝えし忘れていたんですが、こちらは5,990円ということで、ワークマンに比べるとちょっとですね、価格は上がるんですね。ただですね、これが高いというわけではなくて、インナーラーの中ではかなり抑えめの価格帯で、コストパフォーマンスを はめちゃくちゃいいんですねですがこのワークマンというですね圧倒的な価格のリーズナブルさを持つブランドが出てきた結果ユニクロのインナーダウンもですね決してこう一番安い価格帯ではなくなってしまったというところではあるんですがやはり価格差があるというところで素材の質感はグッと上がるのでより大人の男性が安心して着れるようなそんな質感には仕上がってるかなと思います結構ここは差は出てきたかなと思うんですねで首元のデザインなんですが結構ユニクロの のは面白くてちょっと変化させることができるんですねどういうことかと言いますとちょっとやってみますねここボタン外すとですね内側にですね見えるかなこのようにここにボタンが付いてるす内側にこのボタンがあるおかげで首元のデザインを変えることができるんですねちょっとやってみますねはいということでちょっとですね見せ方を変えてみましたがいかがでしょうか 元々は丸首のですね、シンプルなインナーダウンなんですが、それをですね、内側についているスナップボタンと第一ボタンの部分を重ね合わせることで、このように深めの V ネックに変えることができるんですね。これは結構驚きではありましたが、個人的には先ほどの状態で着る方がバランスがいいのかなと思うので、こういった着方はしないですが、ちょっと見せ方を変えたいという方には、なかなか面白いポイントなのかなというふうに思っています。デザイン性ですとか、素材の 質感にに関してはは圧倒的優位性はあるかなと思うんですねでは、機能面はどうなのかと言いますと、まず素材なんですが、ダウンが90%で、フェザーが10%ということで、天然素材で構成されているのがユニクロのインナーダウンの最大の特徴かなと思います。で、フィルパワー750のプレミアムダウンを使用ということで、このあたりもですね、やはり暖かさという点では、3つのダウンの中では、一番指標が高いのがユニクロのダウンになっているんですね。フィルパワーの解説 に関してはここでしてしまうと結構長くなってしまうのでまあ、google でですね検索をしていただくといいかなと思うんですが一つ暖かさの指標として覚えておくといいかなと思いますフィルパワー750あるというのは結構な安心感でかなり暖かさの面でも優位性はあるのかなと思っていますただ実際に着てみてどうなのかというところはこれは個人差があると思いますし感じ方結構変わってくるかなと思うのでぜひこちらのダウン活用している皆さん 暖かさの面でどうだったのかをですね、コメント欄で教えていただきたいなと思っています。まあ、小雨程度だったらしっかりと弾いてくれるような撥水機能もついていますし、静電気が起こりづらいような素材を使われているという点もですね、安心感があるかなと思います。まあ、日常面ですごくですね、快適に過ごせるような、そういった機能性がしっかりと詰まっているのが、 ユニクロの魅力だと思いますし、結構アウトドアとかでもガンガン使えるような機能性の良さを備えているのがワークマンの強みかなと思ってまして、機能性という点でおいてもちょっとアプローチが変わってくるのがこの2社のですね、違いなのかなというふうに思っています。価格面はワークマンと比べると上がりはするんですが、より満足度の高いようなインナーダウンとしてはユニクロの選択肢というところはやっぱりですね、欠かせないところかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。続いてこの上にコートを着るとどういった見た目になるのか、この あたりも見ていきたいと思います。 はい、ということで上にコートを羽織ってみましたが、いかがでしょうか先ほどのワークマンと比較すると、やっぱり竹の長さがしっかりとあるので、バランスとしてはこのぐらいの方が、個人的には好きですね。下に着てるロン T がほとんど見えないので、結構長めなんですが、ちょっと見えてるぐらい、これぐらいですね、の方が個人的には好きなんですが、まあ、いずれにしろこう、短いということはないので、バランスはすごく好きな感じですね。あとは襟元の収まりもいいです。下に着てるインナーですね。今 まあ、丸首の T シャツを着ていますが、モックネックの T シャツだとか、ハイゲージのモックネックのセーターだとか、そういったものを着てもバランスがいいかなと思ってまして、襟の収まりなんかもすごくバランスがいいので、重ね着にはより適しているのはこちらのユニクロかなと思います。まあ、ぜひこのあたりも含めて皆さんも検討していただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目は今僕が着てる体温のインナーダウンなんですね。まあ、正式名称はクルーネックボタンインナーダウンジャケット体温104ですかね。価格が6160円ということで今回ご紹介する中では最も高くはなるんですが、まあ、ユニクロとそこまで金額差がないので割とですね、これも手が届きやすいところかなと思っています。まずはですね、全体のバランスから見ていきたいなと思うんですが サイズ感はですね、先ほどのユニクロと比べると竹の長さですね。 ちょっと短めなんですね。ワークマンほどは短くないんですが、ユニクロよりは短いというとこで、両者の真ん中ぐらいの丈の長さになっています。見幅に関しても、ユニクロよりは少しコンパクトめなんですが、ワークマンよりはちゃんとゆとりがあるというとこで、ちょうどいい感じかなと思います。横から見とこんな感じ。後ろはこんな感じですね。どうでしょうか。サイズ感のバランスは、最もこちらが気に入ってる感じかなと思います。あとは表面の質感 ですねこの辺りは3つの中で最も光沢感があるんですね。ただ安っぽい光沢感ではなくて、しっとりとしていて上品な質感が漂っていて、個人的にはこの光沢感は悪くないと思っています。インナーダウンなんですけども、一番外側に来てもバランスがいいような非常にファッション性の高いですね、1枚に仕上がってるかなと思います。まあ、他にはですね、ボタンの色なんですけども、先ほどまでの2社は本体の色となじませるようなブラックな ったんですがこちらに関してはちょっとシルバー色になってるんですねこのあたりは結構好みは分かれるところかなと思うんですが一つのアクセントとしては悪くないんじゃないのかなと思います個人的には結構好きですねで襟元のデザインも結構こちらは特徴的で先ほどまでは割とですね v ネックに近いようなラインだったんですけどもこっちはちょっとこう四角に近いようなラインになっているので食い回りの印象はちょっと特徴的かなと思いますこのクの ある感じが好きなのか嫌いなのかは結構分かれるところかなと思うんですね、まあ、個人的には見慣れてるのはユニクロですとかワークマンのような V ネックっぽい感じなんですけどもこのようなちょっと癖のあるものもデザイン的にはバランスはいいのかなと思いますちょっとクロート向けの雰囲気かなと思うのでファッションが好きな方にはこの辺りは受けるようなデザインになっているかなと思っていますまあ、体温という会社自体は2016年からスタートしているような割と歴史は アサインですがインナーダウンに特化しているブランドとして結構有名で僕自身もですねおそらくリリースされた年にはもう何着か買っていたかなと思ってましてこちら今着ているものは最近買ったものなんですが通算で 5枚ぐらい買ってるんですよ。かなり衝撃的で、この価格でこの品質のインナーダウンが手に入るんだという驚きのあるようなブランドで、やっぱり専門分野として特化してるだけあって、やはりですね、デザイン面においても質感だとか、 機能性においてもですね、非常に完成度が高いのがタイヨンというブランドかなと思います。まあ3社の中でデザイン面が最も優れてるのがタイヨンだと思っていまして、最近では結構様々なブランドとタイヨンコラボレーションしてまして、まあ、セレクトショックとのコラボレーションですとか、あとはドメスティックブランドですね、ホワイトマウンテニアリングとコラボレーションしたいですとか、かなりですね、ブランドとしてのコラボレーションも頻繁に行えていまして、インナーダウンの業界の中ではかなり知名度ですとか、 とか人気も高いようなブランドになってるので一つのブランド価値としての高揚感だとか満足感というところではこの3つの中では最もグレードが高いかなと思っています物を選ぶ基準って本当に人それぞれなんですがまあ、ブランドとしての魅力だとか世界観というところも一つ欠かせない要素かなと思ってるのでそのあたりも含めてタイオンは一つおすすめのブランドなのかなというふうに思っていますでキルティングなんですけども先ほどのワークマンとユニクロに関してはこの横に入って いるキルティングだったと思うんですが、こちらの太陽に関してはこれ縦にも入ってるんですね。ですので、格子状のキルティングという形でこのあたりも結構大きな差別化ポイントかなと思います。まあ、この上にコートを着てしまうとそこまで目立たないんですが、意外とこれアウターとしてもですね、気軽に羽織れるようなデザイン性の高い一枚になっているので、このままのコーディネートでもいいですし、内側にタートルネックのインナーを着たいだとかしながらちょっと今っぽい見せ方するのもいいと思うので、まあ、そのようなデザイン性の高さは非常にです、ね。 ですね差別化ポイントになってくるのかなと思っています。まあ、素材なんですがこちらはダウン90%にフェザーが10%というところではユニクロと同じになります。でフィルパワーに関しては650以上というところでそのあたりはユニクロの方が優位性があるんですがまあ実際に着てみた感じとしてどれぐらいの違いがあるかというところはちょっとまたですね愛用している方からの声を聞いてみたいなと思います。個人的にはこれまでにも何度も着てきたダウンではあるんですが十分に暖かさは感じるので。 で、こちらでも全く過不足はないのかなというふうに思っています。まあ、表面にはですね、こちらも撥水加工をしてあるので、そのあたりはユニクロと大きな違いはないんですが、機能面で言うですね、トピックスで言うと、やっぱりですね、ユニクロですとかワークマンよりは、ちょっとですね、インパクトは薄いかもしれないですね。ただそのあたりを重視するというよりは、インナーダウンとしてのしっかりとした温かさの加工ですとか、過不足ない機能性というところでは、僕は個人的には全く不満はないので、そのあたりですね、 ワークマンのようなもうアウトドアでガンガン使うような機能性が欲しいという方ユニクロのように普段の生活に寄り添うような高い機能性このあたりを求めるかどうかというところで結構ですね別れ道になってくるかなと思うんですがなかなかバランスのいい一着かなと思いますこの後にですねコートを着た状態もお見せしたいなと思うのでちょっと着替えてみたいと思います はい。ということで、コートを着てみましたが、いかがでしょうか、まあ、このようにですね、上に1枚着てもですね、このボタン周りのシルバーの部分ですね、割とインパクトがあるので、ちょっとしたアクセントになるのかなと思います。個人的にはこういったポイントはなかなか悪くないかなと思いますし、あとは襟元ですね、このあたりのベーシックな三角っぽいような見え方ではなくて、少しこう四角っぽくなっているような感じも、個人的には見え方としてバランスがいいかなと思います。あとはこの表面の質感ですね、 割と光沢感がある感じも悪いような光沢感ではないですね。光沢感にも安っぽく見えるようなチープな輝きと割としっとりとしていて上品な輝きがあるんですが、これは後者のちょっと上品な光沢感があるので、まあ、着こなしの中でもちょっとしたアクセントとして見え方はバランスがいいかなと思います。重ね着をしてもなかなかおさまいのいい仕上がりなので、このインナーダウンもかなり強いのかなというふうに思っています。ということでこの後ですね、総評に入っていきたいなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、 インナーダウン、ナンバーワン決定戦というテーマでお届けをしました。まあ正直ですね、実際に来てみた中で、どれが一番かを決めるのはなかなか難しいです。人によってどれが一番いいのかは結構変わるぐらい各社に特徴の違いがあったかなと思うんですね。その中で、やっぱりですね、僕の中でどれが一番しっくりきたのか、これをですね、もう強引にも決めてみたいなと思うんですが、まあ今回僕の中でナンバーワンだなと思ったのが、 こちら。 体温ですね。これが一番個人的にはしっくりきました。それはなぜかというと、僕自身がファッションが好きだということもありますし、まあ YouTuber、スタイリストやってるわけなので、まあデザイン性の良さというところが、僕の中では優先順位が高いからなんですね。まあ今回の中で最も体温のダウンというのが、まあ着た時のサイズ感のバランスも良かったし、素材の質感も良かったです。あとはディティールですね。この格子状のキルティングですとか、襟周りの部分ですね。このあた りは癖があるんだけども個人的にはファッションの観点で言ってもすごくバランスがいいかなと思いますまた太陽の世界観ですねこういったインナーダウンを専門にやっていて最近では様々なコラボレーションをしたいだとかまあ、このようなベーシックなインナーダウンだけではなくて様々なアイテムに派生してですね非常に高いクオリティのものを展開してるんですねそのあたりも含めて今後の太陽はすごく注目したいポイントかなと思いますこれ案件でも何でもなく長年ですね太陽を愛用している僕自身だからこそ言える人 かなとは思っていますですが、体温がナンバーワンではあるんですけども、トータルバランスで言ったら、やっぱりユニクロが強いんですよ。機能性というところもしっかりと確保していながらも、デザインのバランスもいい。サイズ感もちゃんと今の空気感を取り入れているというところでは、すごくユニクロのダウンもいいんですが、ユニクロのダウンと体温のダウンの価格差ですね、ここが意外とあまりなかったんですよ。それだったら、ちょっとこう、特別感のある体温を選ぶ 選びたいかなと僕自身は思ってしまったんですが、まあ、生活をする上での様々な機能性で言ったら、やっぱりユニクロに安心感がありますし、気軽に買いやすい。実際の店舗に行って試着をして買いやすいというところでは、ユニクロはすごくバランスがいいかなと思うので、トータルの強さで言ったら、ユニクロ。いろんな方にお勧めしやすいのはユニクロかなと思います。癖がないというところもいいと思うんですよね。そしてワークマンの最大の強みとしては、圧倒的なコストパフォーマンスの高さですね。 価格面ではもうダントツリーズナブルで買いやすいんですね。それでいて機能性も高いというところですね。まあ実際どれぐらい暖かいかどうかはですね、皆さんのご意見またいただきたいなとは思うんですが、まあ結構レビューを見る分にはこの暖かさという部分もですね、信頼性が起きるのかなと思っています。なるべくリーズナブルに服を揃えたい。なおかつガンガンに着て機能性の高さを実感したい方には、ワークマンというところの選択肢が一番に上がる方も少なくないかなと思うので、 このあたりは皆さんのライフスタイルだとか考え方ですね何を重視するかによって全然一番が変わってくるというところを最後に強調しながら今回の動画を締めくくりたいなというふうに思っていますこれからもこちらのチャンネルではメンツファッションの基本を皆さんになるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですがもう少し中級者向けのですねアイテムですとかコーディネットの解説に関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと解説をしています週に3本から4本のですね オリジナルの動画、だいたい20分から30分ぐらいのボリュームでお届けをしていますし、あとはですね、週に1回のペースでライブ配信もやっています。皆さんからのご質問にその場で直接お答えをしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンも開催をしています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をですね、僕の方では1日2回行っていまして、 僕以外のスタイリストの方も参加をしていて記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも記事を書くことができまして、おしゃれが好きな大人の男性が集まって、ワイワイと楽しめるようなコミュニティになってますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山修でした。また次回の動画もお楽しみに。